口に段差が2個あって乗り越えられにくかったんですけど、でも手伝ってもらえる人が2人いれば乗り越えられる段差で、店内はテーブルで食券もなかったのですごい入りやすいし頼みやすい状態になってました。なので入り口だけがちょっとネックかなと思いました。